エバの拡大図、エバポリマーエチレン酢酸ビニルは、エチレンと酢酸ビニルの共重合体である。酢酸ビニルの重量パーセントは、通常10から40%で、残りはエチレンである。広く言うと、バの顔量及び、材料の使い方により、3つのタイプのエバがある。バの顔量が低いエバは、酢酸ビニル収縮ポリエチレンと呼ばれ、低密度ポリエチレンと同様に、 熱化素性樹脂として形成される。低密度ポリエチレンと同様の性質を持つが、光沢、柔らかさ、柔軟性は増す。毒性はないと考えられる。場の顔料が中程度エバは、熱化素性、エチレン酢酸ビニルと呼ばれ、熱化素性エラストマーである。加流されないが、場の顔料が高いと、ゴムや過疎化っぽい塩化ビニルと似た性質を持つ。低温特性が良好であり、 丈夫である。約11%の場を含むものは、ホットメルト接着剤として用いられる。場の顔料が高いエバは、エチレン作産、ビニルゴムと呼ばれる。エバは、エラストマー重合体であり、柔らかさや柔軟性において、ゴムのような材料となる。良い透明さや光沢を持ち、低温で丈夫であり、応力割れ耐性があり、耐水性ホットメルト接着剤となる性質があり。 紫外線にも耐性がある。特徴的な巣のような匂いを持ち、多くの電子応用において、ゴムやビニールポリマーの代わりに用いられる。グルースティックのようなホットメルト接着剤や最高級のサッカーシューズ用滑り止めは、ローや樹脂を添加したエバから作られる。食品用、ラップフィルムをくっつきやすくするために添加される。エバはまた、ドラッグデリバリーシステム等の応用として、 医用性対抗学にも用いられる。ジクロロメータン等の有機溶媒に溶け、溶液に小薬と添加等等のフィラーを加え、均一になるまで高速拡販する。この混合物を型に流し、低摂取80度で固体になるまでフリーズドライする。これにより薬品がゆっくり放出されるようになる。エヴァは体外で分解されず、非常に 不活性で体とほぼ反応しない。エヴァは発泡ゴムとして知られる材料の一つである。エヴァの発泡体は、スキーブーツ、自転車のサドル、ホッケーのパッド、ボクシングや、総合格闘技のグローブやヘルメット、ベイクボードのブーツ、ウォータースキーのブーツ、釣りざリールのハンドル等、様々なスポーツ用品に用いられる。スニーカーや、 ランニングシューズ等のショックアブソーバーにもよく用いられ、例えばナイキはファイロンとして販売している。地引きや差し網等の漁業用の浮きの製造にも用いられる。また、結晶シリコン系太陽電池の製造にも用いられる。スリッパやサンダルの素材にすると、天然ゴムを使った場合に比べ、軽くて作りやすく、匂いがなく、光沢があり、安価にできる。また様々な用途で、 コルクの代用となる。エバは53%の一時分散剤を含む良質の屋内水性塗料のコーティング配合にも使用される。エバを加水分解するとエチレンビニルアルコールの強重合体となる。ありがとうございます。